ドミさん、ティクでございます。皆さん、この春、いかがお過ごしでしょうか。さあ、世間ではね、もう花粉症で妖怪鼻水魔人になってるんじゃないかと言われておる私でございますけれども、本日もまた本の感想をね、着々と撮っていきたいなと思います。はい、今回読んだのはこちら。金城和樹さんのレボリューションナンバーゼロ。ということでね、飼いならされるな、世界に牙を向け、ゾンビーズ、結成前夜を描くシリーズ完結編ということでございます。はい。金城先生のシリーズ、一番最初、レボリューションナンバー3から始まりまして、フライダディフライ、スピード、そしてその後という形になります。時系列としてはこれが最も古いものですね。まあ、レボリューションナンバー3やフライダディフライ、スピードで、いろいろ活躍をしたゾンビーズの面々が結成される前の日を描いた本になってございます。はい。まず総評なんですけれども、これはね、シリーズ、金城先生のこのシリーズを読んでる人、ゾンビーズシリーズと言われてるやつですね。これを読んでる方には、おすすめです。はい、これをおすすめできます。ただね、いきなりこれから読むのは絶対にやめた方がいいです。はい。それはもう全くおすすめできない。正直ね、薄いです、これ。めちゃめちゃ薄い。100ページちょっとかな。全部で。160ページしかありません。はぎで、私もう一瞬、2日で余裕で読み終わってますんで、はい。1時間もかかってないぐらいですんで、かなり簡単に読めちゃいます。はい。ゆえにね、ちょっと味気ないね。正直。味気ないなって感じがしますね。これまでのシリーズを読んでると、レボリューションナンバー3、フライダディフライ、スピード、この辺を読んでるとですね、物語が補完される話になってますんで、面白いなって感じるとこがあるんです。私はだからシリーズ好きで買ってるから面白かったですよ。面白かったですが、これだけいきなりは絶対に面白くないと思いますので、あんまりそれはお勧めしません。あくまでもシリーズを買ってる人が、作品を補完するために読む本かなという感じはします。はい。やっぱね、各キャラのお約束もしっかりあるんだよね。それはいいんですけど、やっぱちょっとね、青春のその熱量、パワーみたいなのはちょっとやや不足かなと。シリーズ、対シリーズ比で言うと結構不足してるかなという感じですね。はい。中身の設定はね、かっこいいちぶっ飛んでます。もう、現実にこんなんありえないだろうとか、そんな、もうやばなことは言いません。もうぶっ飛びすぎてるんで、はい。もう本当にね、設定はぶっ飛んでます。それだけ、大事なことでございますね。はい。では、ちょっと、中身入っていきますが、あらすじですね。もう最初の方に言ったんですけども、まあ、ここの帯にも書いてあるそうです。レボリューションナンバー3とかで活躍しているゾンビーズという落ちこぼれ高校にいる男子たちですね、のグループが、いろんなまあ理不尽、社会の理不尽に対して彼らは真正面から向き合って戦っていきます。その、どうしてそういう風になったのか、泥臭くてもうまくいかなくてもいいし、仮に失敗に終わってもいい。まあ、大成功になる可能性もあるんですけれども、もう愚直に、ストレートにそういった社会の理不尽、みんながこうもうそういうもんでしょって飲み込んでしまっているものに真正面から戦うことになったのか、それについて、そういう姿勢になった理由がこの中で描かれております。はい。まあ、特にですね、ゾンビーズっていうのにはね、ブレインになる子、作戦を考えて、みんなを動かしていく子がいるんです。この子が南で、南だかな、という子がいるんですけど、なんだかなよく考えたら主人公の名前、俺なんて呼んでるやろ。まあ、南に田んぼの田って書く子がいるんですけど、この子がですね、毎日変わらない、なんていうかね、こう、落ちこぼれ生活の中にこう、混沌としてるんですよね。その中にいるんですけれども、なんていうかね、こう、そこにどういう経緯で落ちこぼれだったのに立ち向かう気持ちになったのか、奮い立ったのか。で、彼はですね、ゾンビーズっていういろんなその落ちこぼれたちをまとめていく、まとめ役なんですね。いわゆる、もう格闘がものすごく強い子とか、ね、運がめっちゃ悪い子とか、いろんな子がいるわけですから、そういった子たちをこうグッとまとめる、ある意味この子もカリスマがあるんだと思います。はい。そんな、こう、そういうね、まとめるまでに至ったのかっていうね、その原動力になった理由、奇跡がですね、ここに、記されてるというふうに思っていただければいいです。はい。そんな作品ですね。まあだから今言ったみたいに、やっぱりシリーズ読んでないとお話にはちょっとついていくのが難しいなと感じるところはやっぱあるのかなと私は思います。はい。じゃあね、良かったと、まあいつものことですけど、良かったところ2点、それからイメージなところ1点という形で述べさせていただこうかなと思います。はい。まず良かったところですね。1個目。これはね、大事なことです。つながるゾンビーズの志。まあ、意志かな。ゾンビーズ意志。つながっていく、脈々とつながっていくゾンビーズの意志っていうのがやっぱ感じられるところが良かったところですね。今ですね、シリーズとして最終話になってます。スピード。一番時系列としては、後かな。スピードっていうやつがあるんですけれども。
このスピードっていう話がですね、ゾンビズのことと違う、こう社会の理不尽にこう真正面から立ち向かっていくわけですよ。立ち向かっていろいろ戦っていくんですが、それがスピードという本の中ではですね、次のこう新たな子、あるいは別の子にですね、その彼らの理不尽に立ち向かう姿勢とか意志っていうのはね、受け継がれていくんです。不条理に対して戦っていく姿勢とかパワー、まあ、私が一言言うなら青春のエネルギー、もう青臭いそのエネルギーっていうのが新たな子、今までゾンビーズじゃなかった子にこうバトンパスされていく。ゾンビーズの子たちはまたいろんな世界でね、それこそ高校卒業した後もいろんなところに対してその青臭いパワーを出していく時があると思うんですけれども、それがまた違う子たちにつながっていく。それは多分ね、今後ねその子たちからまた次の子たちにつながっていってこうぐーっと広がっていくんだろうなってことを感じさせる。これがスピードっていう本の中で最後に描かれることなんですけども、今このシリーズの中でずっと頑張ってる主人公たち、このゾンビーズの面々も実は別の人からそういう不条理とか理不尽に戦う力、青春パワーっていうのを受け継いでる、まあ、ある意味感化されてそれをこう引き継いできてるっていう経緯があるんです。これがねこの本の中で描かれております。だからスピードでこう主人公たちから別の人たち時代につなぐ力としてこう渡されたものがですね、実は他の子たちからゾンビーズにこう渡っていたというのが描かれておりまして、これめちゃめちゃいいなと思います。まあ、始まりの物語であり、きちんと最後の物語にも確かにつながっていく彼らの意志の力、そういったものが描かれているなと思いまして、これいいところです。とてもいいところだなと私は思いました。はい、2点目いきましょう。2点目はですね、まあこれは人によるとは思うんですけど、やっぱお決まりの存在っていうことはやっぱりいいなと思います。こういうシリーズものを通してですね、見てるとですね、やっぱりお決まりの設定、お決まりのパターンっていうのがですね、必ず出てきますね。はい。まあ、テレビスペシャルのルパン三世だったら必ず、次元が活躍し、五右衛門が活躍し、藤子が活躍し、そしてルパンがかっさらっていくと。ね、次元の活躍シーンは必ずリボルバーならではの早打ちで活躍するし、次元は次元でまたつまらぬものを切ってしまったというわけです。で、藤子は藤子で、お色気でルパンの敵のように見せかけて、最後は仲間になってみたいな、そういうことやっていくわけですよね。で、とっつぁんも出てきてみたいなね、こうお決まりのパターンがあるわけで、型があるわけですね。こう型、いわゆるこうゾンビーズってこれ4作目になるわけです。3作読んできた中での型っていうのは単純この中にも、きちんとあります。まあね、薄いんですよ。薄いんでどうなるかなって思ったんですけど、ちゃんとそのお決まりのパターン、いわゆるそれぞれの個性、みんなの個性っていうのはちゃんと、はい、この子はこんなキャラで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 っていうのがちゃんと絡んで、来てます。物語の中にパチ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 絡んできてて、そのお約束が守られてる感じ、予定調和と言ってしまえばそうなのかもしれませんが、やっぱシリーズものを読んでてそのシリーズが好きだなって人はやっぱそういうお決まりのパターンがあると安心しますよね。ある意味ではそれを裏切ってほしい気持ちもちょっと心の中であるのかもしれないけど、やっぱり大きくはそれを従ってほしい。やっぱああこうそうそうこいつらこうだよねって、それを踏まえた上で物語が展開されていくっていうのがやっぱり一番読んでて嬉しいところだなと思いますんで、そういうお決まりが残ってちゃんとしっかりと心の中にもあるというのがですね、やっぱりいいところかなというふうには思います。短いながらも守られてるお決まりの存在ですね。これが2つ目になります。では、個人的にいまいちだったところなんですけれども、これはですね、さっき総評でも実はね同じことを言ったんですが、圧倒的な熱量不足です。これがねいまいちだなと思うところです。もうね本当ね短いんだよ。もう保管だけ、本当に保管された物語160ページ、こんなもんもうパラパラですよこの金城先生のシリーズが面白いなと思って私が読んでた理由が、一番最初のレボリューションナンバー3の動画の感想からずっとこれ同じことずっと言ってるんですけど、この本の中にいる高校生たちの若いパワー、青春パワー、もう青臭い泥臭い、もう燃えたぎるようなすごいエネルギーがですね、読んでるだけでふわーっと伝わってくるんですよ。すごいなって、こんななんかキラキラしてまばゆい青春な感じね、青臭い泥臭い感じいいねっていう、これこそがこのゾンビーズシリーズ読んでて面白かったところだと私は思ってます。今までの3部作目、これはねない、いやまあ厳密に言うとゼロじゃない、それはまあゼロって言ったら嘘になるからそうは言わんけど、少ない、正直もう今までゾンビーズシリーズで一番最強だった武器がこれはねちょっとね弱いですね。だいぶ弱い刀に変わっちゃったなって感じがします。あくまでもやっぱり補完としてね、面白かったのは補完としての役割を確実にこなしてる。ゾンビーズ3部作をこうすごくいい終わり方してるんですけれども、より楽しめるために補完 3.5 みたいな感じ、4じゃないんだよ、 3.5 の本っていう感じで出てきてるなという感じですね。だから補完してる作品としてはもうすごい
多分花丸って感じなんでしょうけど、これ単品と見た時にその熱量の弱さからですね、非常に人に勧めづらいです、はい、これ単品ではかなり勧められないなと思っておりますというところが個人的にはいまいちだなと思いました。やっぱこれを買った時に期待してたことは、やっぱり今までの3部作みたいな熱量、この本にこもってるパワーを期待してたので、ちょっとなんかえらいあっさりやなみたいな感じではありますね。面白かったですよ、面白かったんですけど、ちょっと、そういうところが残念だったなというふうに個人的には思いました、はい、という形でございまして、金城先生のレボリューションナンバーゼロというやつの感想でございました。あのゾンビーズシリーズ自体はかなり面白かったので、ぜひともですね、興味持った方はレボリューションナンバー3読んでみられるのがいいと思います。あの一冊の中に3本の小ちっちゃい短編が入ってるっていう感じの本ですので、かなり読みやすいと思いますので、おすすめです。気に入ったらその後のやつも見ていく、あるいはフライダディフライとか、あの映画ありますんでね堤真一さんとか出てますんで、そちらを見てみるのもありかもしれません、はい、私は個人的に金城先生の作品すごく気に入ったので、他のその作品ゾンビーズと関係ないシリーズのものもちょっと読んでみたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでしょうか、では今回はこのぐらいで終わりたいなと思います。またね、本読み終わったら動画にしたいと思いますんで、見ていただけると幸いです。では今回見ていただいてありがとうございました。またよければ何か別の動画等でお会いいたしましょう。お疲れ様です。またね。